岡田光は日本の大将昭和期における司会大学教授。滋賀県出身者の司会として初の医学博士。1886年4月19日、滋賀県安郡主産村吉美で誕生。父は滋賀県議会議長や衆議院議員を務めた岡田一次郎。母は一次郎の3番目の妻、義子。八四七女の七。 男として誕生したが、長男、四、男が溶接により、対外的には、いつおと少数。1898年は世田中学入学に伴い、上京時、長兄岡田国太郎宅より通う。1908年7月20日、東京市海学専門学校第一期生として、卒業する。1910年10月20日、論文提出により、 歯科医学特業師称号の追認を得る。東京歯科医学専門学校卒業後同高校士に任ぜられた。その後、1910年歯科学勉強のため、単身アメリカに、死費で渡り、ニューヨークのストライカ歯科中蔵研究所、モア歯科技工研究所など様々な施設を視察、臨床研修を受けた後、1915年、ジョージ・ワシントン大学歯学部に入学する。 アメリカでは、東京歯科専門学校の恩師、千秋森之助の紹介で、野口秀夫に細菌学の手ほどきを受ける。野口と岡田の兄国太郎とは、国太郎が友人である北里柴三郎を訪ね伝染病研究所を訪れた際に面談したことがあった。1917年、福沢諭吉の医師を組み、北里柴三郎が初代学部長として、 慶応義塾大学医学部を設立、教授陣には北里研究所員を中心とする医学部主事、北島大地ら文科生が挙げて参加した。岡田は1917年6月、ジョージ・ワシントン大学を卒業し、1918年に8年に及ぶ留学を終え帰国した。ジョージ・ワシントン大学在学中はシントンシスミソニアン、研究所人類学部にも席を置き、 歯科学的立場から人類医学の研究にも従事していた。北里は岡田の米国における歯科設備、器具、技術、理論、医療経営、人類学的考察に至る幅広い活動を高く評価し、また千脇森之助、野口秀夫や奥村鶴吉等の推薦もあったことから、1920年4月、慶応義塾大学医学部において、 歯科学教室創設とともに、岡田を教授として招き、同教室の初代部長とした。ニューヨークロックフェラー医学研究センターにて、野口秀夫、万、奥村鶴吉1926年、奥村鶴吉、党、法鉄、向井武等とともに、フィラデルフィアの万国ク歯科医学会に参加する。1929年3月、論文、ソーセージの顎形、 はたかし形態、並びに、滋賀形態の類似程度の比較を提出し学位を授与され、同年11月には、千脇賞を受賞した。1932年4月、社団法人第二本司会学会会長に就任4月、退任。1933年9月、歯化材料企画調査員を委九1934年4月、 日本医学会歯科文化会準備委員長に就任。同年10月、柔道医学研究会委員を委嘱。1936年6月、極東歯科連盟創立日本部会副会長就任。岡田は歯科医療の発展とともに、学会活動を通じて、歯科医各自に最新知識、技術提供を行った。1947年5月、 1> 第1回日本歯科学医学会において、千針の調整法の記念講演を行う。1951年4月、第13回日本医学総会歯科文化会において、間圧が大事装置についての記念講演を行う。1957年4月、人気満了に伴い教授職を辞し、名誉教授に就任する。臨床司会としては、 北白川宮家や徳川吉神道の主治医であった。岡田光は100キロを超える巨漢で、米国留学直後より手の関節リウマチや通風に悩んでいたが、希望り、書画収集を楽しみ1962年4月28日成去する。慶応大学歯科学教室岡田は、1920年4月歯科学教室、教授就任後自ら、 翌年10月3日の医学部附属病院会員のための施設、諸設備準備に取り掛かった。歯科学教室は、眼科教室に隣接した2階の4室が当てられ、2室を患者控室及び、高校衛生準備室、治療室とし、残りの2室を、抜歯並びに、高校外科手術室、部長診察室兼強制手術室、院蔵採徳室、歯科技工作業室、 医局院室に分割した。治療椅子としては7台を準備した。また、岡田は、歯科学における特殊治療の活用と学理の運用が円滑に行えるように歯科学教室を、高校衛生科、一般治療科並びに、思想の朗老を扱う朗労科、高校外科、矯正歯科、一般歯科技工科、歯科レントゲン科の6科に分類した。ちなみに1940年当時の医局院は、 岡田光以下18名。同教室には後に、日本大学専門部士科教授となった岩垣博士等が医局員としていた。ありがとうございます。